今回も始まりました。ググってまるまる聞いてみた。我々がニュースの裏側調査会でございます。さあ、会長はこちら杉村太蔵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして顧問の相葉直道さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、このニュースでね、毎回さまざまな事象に対してググっていろいろと調べて、ゲストの方に直接いろいろなド直球の質問をしているわけなんですけれども、さあ、会長、はい、最近面白いなと思うスポーツとかありますか？やっぱ私ずっとテニスやってますからね。そうですよね。だって太蔵さんはググるとテニスで大変な成績残してたっていう嘘が書かれてるっていう。嘘じゃないあれは。嘘じゃない。一応国体で優勝してますから。国体で優勝されてるって。でググってもなかなか出てこないんですけど、私2000年のシドニーオリンピックの候補生ですから。そこまで行ってるんですよ私。まだ日本代表ですよ。アンダー18の。それはすごい。なんでググって出てこないのか誰も書いてないですよ。まあ自分たちで書くわけにもいかないですからね。ゲスト、皆さんもヒントをググって当ててみてくださいね。それでは入場。すごいスタイル。こちらまでお願いします。もうちょっと実業者系ですね。そうですね。どうぞどうぞこちらまでお願いします。もうちょっと後ろよろしいですか？意外とスポーツ選手、はい、すごくスポーツされてますか？してます。あ、言っちゃった。やっぱスポーツ系です。ちょっと色も黒いし。そうですね。なんか IT 社長みたいな雰囲気を醸し出してるんですけど、スーツがすごくお似合いなので、せっかくなのでまず一つ目のヒントからお出ししたいと思います。一つ目のヒントはこちらです。はい、吉本興業。あら、あ、吉本興業所属なんですか？吉本興業所属。吉本興業所属なんだ。お笑い芸人さんだ。スポーツで。スポーツで。あ、スポーツ枠。吉本のスポーツ枠、うん、出てきますか？ごめんなさい、めちゃくちゃ人数いるんで。じゃあ2つ目のヒントいきましょう。はいはいはい、2つ目のヒントはこちらです。不妊治療。不妊治療。またググりにくい話ですね、これまた。不妊治療ですか？江戸はるみさんが出てきます。あ、江戸はるみさん。江戸はるみさんのご主人ではない。あと、ハイヒールリンゴさんも出てきますね。ハイヒールリンゴさん。今ちょっと慌ててなんかあれしましたよ。そうですか。もう次のヒントでいいかな？そうです。次で全然遠いんですけど、わかんない。それでは3つ目のヒント、こちらです。世界王者。世界王者。お、わかった。あ、わかりました。ボクシング関係ですか？あ、それはわかるわ。太蔵さん、ズバリ。ズバリ、顧問、どうですか？世界王者、不妊治療、吉本興業で引くと、はい、井岡弘樹さん。正解です。お目をお取りください。お、本日のゲストは井岡弘樹さんです。よろしくお願いします。今回のゲストは元プロボクサー井岡弘樹さん。 WBC 世界ミニマム級、 WBA 世界ライトフライ級を制したすごいボクサー。しかしテレビでは天然キャラを爆発させるすごい男。最近売り出し中の世界3階級チャンプ井岡一人さんの実のおじさんでもあります。そんな井岡さんを検索してみましょう。大阪でね、はい、行ったるとこに井岡シールを貼ってるって出てくるんですけど、井岡シール、そう、年間24万枚ですね。24万枚すみません、年間何の話ですか？井岡シールって何ですか？いや、関西では有名なんですよ。そう、有名、すごく有名です、はい、こういうねシールがあるんですけど、ステッカーみたいな。あ、ありがとうございます。やった、嬉しい。何ですか？え、ごめんなさい、急にどうしました、これ。いや、ごめんなさ い今日いただけないのかなと思って。 ありがとうございます。ありがとうございます。キラキラのシールです。いただきました。嬉しい。井岡さん、これは何ですか？これあげたら喜ぶんで、あえて持ってるんですよ。あ、名刺代わりですか？そうですね。あ、すごい。これを年間何枚？24万枚です。24万枚。それあれですよ、もう鈴木宗男さんクラスですよ。名刺の配り方、ものすごい政治家レベルですよね。もっと配るでしょ、僕の。あ、そうですか。はい、大阪だと歩道橋とかにもペタッて貼られてたりしますよね。タクシーとか。こんな風に貼ってあるの。これはでもごめんなさい、怒られないんですか？怒る人もいてますね。
手なのかどうなのか知りませんけどね、顧問すごいですよ、ググりますとね、やっぱ人脈がかなり広くなったと、以前クリントン元大統領にホワイトハウスに招待されたことがあって、なんとこのイオカシール、ホワイトハウスにも貼ってきたって。何やってるんですか本当ですか、イオカさん何やってるんですか。ちゃんと写真もありますよ、ヒラリー夫人と僕と一緒に撮ってくれた写真もありますから。ホワイトハウスに貼ってきたんですか。貼ってきました。イオカさん何やってらっしゃるんですかそれ。ホワイトハウスのどこに貼ったんですか。いや一番目立つところに貼ってきました。バカなわけホワイトハウスってなかなか入れなくないですか。一応金属探知機は3回通りましたねそういうことじゃなくてセキュリティそれはゲストとして招かれたという。そうですね、そうちゃんと写真もあります。それやっぱり2階級制覇を成し遂げたチャンピオンだから。そうしてからですね。なんかお話されたんですか大統領と。僕は英語ちょっとわからないんで通訳の人が喋ってくれましたけど。そこはどうでもいいですよその後ヒラリーさんと何人かで舞台見に行ったんですよ、はい、えその時から奥さんと会話が全くないんですよ。あもう仲悪いんやなこの夫婦は、もう終わりやなとすぐ感じました伊藤さん、やっぱり、18歳9ヶ月、これって今も破られて、今でも史上最年少記録ですね。うわすごいな、すごい、はい、28年前の話ですね、はい、はあ、何がそんなにすごかったというふうに。いやその時の僕の先生がすごい先生でしたから、はい、その点で僕良かったんでしょうね。エディ・タウンゼントコーチってすごい有名な先生なんですけどね。エディ・タウンゼント6人の世界チャンピオンを作ったんですよ。藤田武さん、海老原弘之さん、ガッツ石松さん、柴田邦明さん、友利忠さん、それ6人目が僕なんですよ。へえ。この先生はすごいのが、僕は10月に世界史上最年少でチャンピオンになったんですけど、先生その時がんになったんですよ、うん、その先生がんになって、うん、もうだんだん僕が試合が1月31日に決まったんですよ、年明けた、明けた。ほんでその日まで頑張るってだん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 ね、痩せてきて体重が30数キロまで落ちたんですよ、うん、身長何センチぐらい。175ほどあります。175で30キロ台、はい、すごいガリガリになってね。でも俺はお前のために頑張ると、一緒に頑張ろうと言ってくれまして、俺がなんとかセコンドに入るからと言ってくれてね、先生頑張ってくれたんですよ。ほんまにもう点滴打ってる状態だけで生きてましたから、それで先生がセコンドに入ってくれて、ほんで僕1ラウンドから押されたんですけどね、ほんで8回ぐらいから猛攻がかかって、後からね見たら11ラウンドのスコアカード見たら三者三様のドローなんですよ。最終12回を取った方が勝ちですよね、うんうんうん、そんなもうどう言ったらいいですかね、もう混戦やったんですけど、僕は最終ラウンド12ラウンドに逆転ノックアウトが出てきたんですよ。ほんでそれを先生をすぐ病院行って、先生に言えば先生すぐ分かってくれて喜んでうなずいてくれたんですよ、はい、それから数時間後にその先生亡くなったんですよ。だから2月1日のだから深夜、夜中1時に亡くなったんですよ僕の先生ね。だからね、一番忘れられない日なんで、2月1日の僕も夜中の1時に結婚しました、13年ほど前に、うん、はあ、へえ、忘れられない日であり時間だったわけですね、はい、なんか映画のロッキーみたいですね、なんかね、すごい強烈、そのまま映画になりそう、はい、ほんまの話でね、そんな素敵なエピソードが終わりだったんですね、はい、これ、はい、どうした、先ほどのね不妊治療の話を伺いたいんですけども、井岡さん側にやっぱちょっと原因があったっていうことなんですか。ずっとやっぱり僕の場合はですね、食事の量と精子の量って比例するんですよね、うん、栄養たくさん食べると精子の量もいい、増えますよねやっぱりね。僕の場合はずっと17歳中1からボクシング始めてずっと減量してきたんで、だから異常に少なかったんですよ、うん、あでなかなかできなくて、ほんでやっと体外受精してやっとできたんですよ。そういった過度な減量とかをやめて引退後も治らないもんなんですか。いや、やっぱり、いや多少やっぱ食事食べたら治りますね。あ、治りますか、はい、ニンニク食べたら治りますよ。あ、やっぱニンニク、そうですか、そういうもんですか、はい、じゃあ、井岡選手、かなりニンニクは、ニンニク今も振ってきました、そうなん
なんですね。はい、じゃあ今もじゃあそういうもう一人もう一人欲しいんで。ああやってらっしゃる。やってらっしゃるっていうか。すごい。いや直接的ですね表現が。あそうですか。ニンニク食べてくださいだから。ニンニク。はい、それでじゃあもう夫婦仲も良くなって仲なってはいこれね僕ちょっと聞いたことあるんですけどね、はい、ボクサーの方ってすごい減量して、はい、すごいこうストイックにやるじゃないですか本番、はい、本番っつうか、はい、試合をね試合前、はい、終わった後ってなんかすごい弾けるっつうじゃないですか筋力してきましたからねあその間って本当に何にもない試合前はためるってごめんなさいね大丈夫大丈夫あんまりそのためるんでどのくらいなんかためるんですかどのくらいなんか1ヶ月ぐらいですね1ヶ月も1ヶ月それはなんでダメなんそれは先生から言われてますからお前ら女できたら弱くなるぞってずっと言われてきてますから、ね、それってでも科学的な根拠ありますか根拠はないんですよけどでも言われるじゃないですか、うんうん、お前ら結婚引退するまでは結婚はダメだダメ言われてきましたし実際に経験ありますその掟を破って指導を破ってあ俺負けちまった試合前の1週間前にやっちゃったとそう1回あるんですよどうでそれはちなみにその試合の何日前ぐらいにやっちゃったんですか1週間前に1週間前にやったそうやったどうでしたその試合はボコボコいかれましたやっぱあるんですか合ってんだそれはでもそれを言うのってもうボクサーぐらいじゃないですか、はい、いやでもねヒクソン・グレイシーっていう400戦無敗の方いるじゃないですかあの方も絶対絶対に試合1ヶ月前は勝ちますねしないって、うん、だから勝ち続けたって言いますそうそうそう、だからそういうタイガーに虎になる虎にだからそういうことをしてしまうと精神的にも楽じゃないですか気持ちいいじゃないですか、はい、そういうことしていたらダメなんですよ常に虎にタイガーになるタイガータイガーでなければタイガーでなければだって僕なんかは別に1週間前そんなことやってもあんまり変わらないわけですよでもそれくらい極限な状態ですか体脂肪率も 1% まで絞りますからね嘘でしょそんなとこまで行くんですかすごいな、はい、体脂肪率 1% それじゃあ終わりましたとどのくらい後にボーンと弾けるんですか3時間ですね3時間後やっぱり1、2時間くらいはクールダウンの少し時間そうそう目も腫れてますからねああそうかそうか氷でアイシングしながらアイシングしながら、はいはい、で3時間経ったらコロッと変わりますねどんな感じなんですか。あれですか。やっぱり歩いてる女性が全員裸に見えるとかそういう感じなんですか。いやそれはないですね。やっぱり自分の彼女しか見えません。あでも自分の彼女しかもう見えない。はい。じゃ彼女も分かってるわけじゃないですか。はいはい。その時の彼女もちょっとおっかなくないですか。彼女も怖いでしょうね。タイガーそのままじゃないですか。はい。星野さんどうその辺の女性の気持ち。日本の経営者は未来を想像している。長寿企業が世界最多の国その多くは企業不動産戦略を実践している財務強化を図るなら区分所有オフィスボルテックス星野さんどうその辺の女性の気持ちいや私そんな大好きです何タイガトラ大好き大好き星野さんあのね番組共有して今一番のホームランです最高のホームランが出ましたやっぱ女性としてももう嬉しいもんですいや嬉しいですもう叩きつけられたいですね叩きつけましたストイックに1ヶ月間絞って絞ってで相手ボコボコにして世界チャンピオンになって、ね、その夜はいいでしょうね最高ですよこれぜひね一般の視聴者にとっても何かこうそういったストイックなことをやって我慢して爆発させるなんかいい方法ないですかねいやだから目標って作った方がいいと思うんですよねその目標のために人間って頑張るじゃないですかなるほどだから小さい目標でも大きい目標でもいいと思うんですけどその目標をクリアするまで頑張る気持ちを忘れへんかったらね、うん、上に上に行けると思うんですけどね、うん、ちなみに井岡さんの甥っ子さんで井岡一人選手もすごく世界最速での3階級制覇王者に輝かれたということなんですが甥っ子であり愛弟子でもあるということで、はいモデルさんみたいなビジュアルですよね。すごくかっこいい方で。今モデルさんとして言ってますね。そう。そう。実ソンミちゃん。そう。いや僕ね。なんでさっきこの話したかって言ったら、はい、たまたま大阪から帰るときにソンミちゃんと一緒になったの。あ、そうなんですか。でなんで大阪にいるのって言ったら、井岡さんが大阪に今。住んでらっしゃいますもんね、はい、で今彼氏の家に会って情報持ってますねいやそれでもうあれですよ2時間半試合直後の話ばっかり聞きました
カズト選手ってプライベートはどういう感じなんですか？プライベートで練習ばっかりしますね。あ、うん、はい、遊びもしませんしね。だから女性をたくさん作ったりもしませんし、本当に練習一生懸命やりますね。本当ですか？本当です。それはコーチには言わないだけなんじゃないですか？裏では裏では裏ではそんなわけないって。27歳で世界チャンピオンで。そうですよね。3階級制覇して。作らないわけないでしょ。車ランボルギーニ乗ってますね。あ、アウトです。もうランボルギーニ乗ってるんですよ。ヨーコさん、今ググったらね、 WBA 世界フライ級タイトルマッチ12回戦、その時のコメントで22年ぶりに自爆が解けた、ありがとうっていう涙のコメントがあるっていうんですけど、はい、これなんですか、22年ぶりに自爆が解けたって。いや、甥っ子が勝ったんですよ、レベ君ね、うんうん、だから22年間ね、僕が挑戦、22年前に挑戦したやつを甥っ子が破ってくれたんですよ。3階級制覇いう記録を作ってくれたんですよ、うん、ああ、22年前に落としてるわけですか。僕が負けてるんですよね。あ、それを井岡甥っ子さんが奪還してくれたと。はい、すごいドラマチック。井岡さんの家庭ドラマチックですね。いや、またドラマチックなことおっしゃるんですよ、ヨーカさんも。2011年2月、カズトが初めて世界王者になった時も泣いたけど、うん、あれは嘘泣きでしたと今日は本番に泣いたと。あれ、これ2011年2月の世界王者、嘘泣きじゃないでしょ、それは。嘘泣きじゃないでしょ、それは。それは泣いたでしょ。え、でもなんで嘘泣きなんですか？世界王者で嬉しいんじゃないですか？そうですよ。いや、世界王者になったそのぐらいでは嬉しくないですよ、やっぱり。そのレベルなんだ。この彼はもっと上行くと、はい、とりあえず3階級制覇をやってほしいという気持ちがあったんでね。うん、だからそこまでは慣れてません。彼はもっと頑張ってくれますからね。いや、もっとっていうのはさらに上がある可能性がある、まあ、そうですね。それつまり4という数字を意識していいってことですか？はい、やっぱちょっと気になるなと思うのは亀田兄弟とのご関係。へえ、なんか言いました。どういうご関係？やっぱなんか言いましたって感じになりますか？いや、言いましょうか。言いましょう、言いましょう、言いましょう。ちょっと待ってください、テープ大丈夫、テープ上がってますね、大丈夫ですね、はい、大丈夫です、大丈夫ですよ。じゃあ、亀田兄弟について一言お願いします。日本は世界一の長寿企業大国、その多くは不動産戦略を実施している。企業のための新不動産戦略、区分所有オフィス、イノベーション・イン・インベストメント、ボルテックス。正直言いますね、はい、でも後期も大期も友樹も本当によく頑張ってますね、うん、そのくらいのコメントは僕もできますよね大丈夫、何を期待してるんですか。いやいやいや、さらなる引き出しを、さらなる。で、今のもカットしますその後ですよ、聞きたいのは、うん、もうその後どうなんですか？はい聞こえてるでしょ、さっきから。まあ、太蔵さんの声は聞こえます。ずっと同じトーンですから。太蔵さんの声は聞こえるで言ってるでしょうね。あんまりちょっと話しづらいところあるんですか？はい、聞こえてるでしょ。なんか言いました。亀田兄弟な、え、山田？山田じゃない。誰？今あれですか、吉本の本領発揮してきた。好きですか、嫌いですか？誰？ダガブダガブ。いやいや、本当にあの3人ほんまに偉いですよ、うん、本当にそれは思うんですよ、うん、ね、普通あそこまでパッシングされながらね、一時ひどいことありましたよね。2008年のね、内藤と亀田大輝が試合しましたよね。あの時もすごかったじゃないですか。ああ、そうでしたね。2008年10月ですよ。あの時ね、言いましょうか、あの時に亀田大輝君がチャンピオンになってればですね、僕の史上最年少記録を6日抜いたんですよ。ああ、そうなんだ。はいはいはい、だから向こうはだから向こう僕の記録を抜きに来たわけですよね。6日ですよ、6日。6日間だけ。はい、あ、でも塗り替えられるとこだったんですね。そうです。だから内藤があの時頑張ってくれたから、まだ僕の記録が残ってるんですよ。なるほど。嬉しそうじゃないですか。めっちゃ満足そうじゃないですか。そうなんです。わかるかね。井岡弘樹さんでググると出てくるニュースについて、嘘か本当なのかをですね、本人に直撃してみたいと思うんですけれども、ニュースの裏側嘘本当ということで、まず一つ目はこちら、はい、総額いくら、井岡和人にスーパーカーを本当にプレゼント。さっきのランボルギーニの話ですか？そうです。2011年の2月11日ですね、彼が世界チャンピオンになったんですけど、その時によく頑張ったと言って、一応
プレゼントしました。嘘でしょ、ランボルギーニ。当時おいくらだったんですか。ちょっとください。3000万。マジですか。3000万。これランボルギーニ渡した時なんて言ってたんですか。ありがとうって。それね、普通のプレゼントでも肩たたき券でももらえる言葉ですよそれ。ちょっとうわやっちまったな俺って思いませんでした。だから彼の頑張りがあるから僕らも頑張るわけですから。怖いですね。そのランボルギーニはイオカシール貼ってあるんですか。貼ってますよ。やっべー剥がしてください。やっぱり当たり前じゃん。ランボルギーニ貼っちゃいますか。ちなみにランボルどのあたり貼ってるんですか。一番目立つところ。やめてください。そういうことは。続いてのテーマこちら、はい、ローマ教皇の電話番号を知ってるって。ローマ教皇の電話番号を知ってるって本当。電話番号。いやだからバチカンに行った時にね、だからそのローマ法が頑張りなさいということを言ってくれたんですよ、うん、ええ、はい、まあそれだけですね。電話番号は知りません。電話番号知りませんね。じゃあこれは嘘で。そう、そんな感じです。実際お会いしたのは本当。はい、本当です。いやー井岡さんそろそろエンディングの時間ということなんですけれど、次行きましょうよ。いやあのね、一応この2つ終わりですか。まあ、ちなみにあの井岡さんからですね、テレビご覧の皆さんに、特に東京中心に今流れてるんですけど、はい、ググってほしいこと、何かこう調べてほしいキーワードなどはありますでしょうか。やっぱり井岡シールのことですね。東京にも貼りたいんですか。今のタクシーにも貼ってきましたね。やめてくださいそういうことは。ね、24万枚ですからね、井岡シールということで、じゃあググっていただきたいということでね、はい、いやということでいろいろお話を伺ってきましたけど、太蔵さん、井岡さんどうですか。前世紀の井岡弘樹と亀田光輝の前世紀どっちが強いかっていうネット上の論争があります。また悪い顔してますよ会長。会長悪い顔してる、悪い顔してるよ。そんなことあるんですか。これ論争してますヤフー知恵袋にあります、ただやっぱ井岡弘樹かなと、彼の右ストレートはすごかったからねとがベストアンサーになってます。ありがとうございます。嬉しそうですね。対前世紀で亀田光輝と戦っても負ける気はしない。僕らチャンピオンですからね、プライドかけてやるわけですから、どんな選手でも負ける気はしませんよね、そういう気持ちでやるじゃないですか、そうね、それが中途半端な気持ちでできたらええ試合できません。なるほど、これが世界チャンピオンのコメントですよ。なるほど、そういった気持ちになるためにも1ヶ月は禁欲しなきゃいけないと。ダメですよ、したらもう今度の選挙の時は禁欲ですよ。投開票日の1ヶ月前から禁欲と。そうです。で確定が出た3時間後からブワーッ、俺は禁だっつってバッチを見ろ。そうバッチ叩かれるでそれ。さあ相葉顧問、はい、2階級制覇世界チャンピオンの井岡弘樹さんですけど、いかがでした。やっぱりね、視聴者にとって一番今日持って帰ってもらいたいのはアイオブザタイガーですよね。タイガー、物事を成し遂げようとするならば禁欲であれと。なるほど、トラであれと、トラであれと、これに尽きると思いますね。勉強になりました。いやということでですね、そろそろお別れの時間がやってまいりました。本日のゲスト、元世界王者井岡弘樹さんでした。どうもありがとうございました。